株式会社 FM 岩手は岩手県を放送対象地域とした超短波放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である JFN 系列教区。コールサインはジョック FM。1984年9月に岩手県や岩手日報社多が出資し株式会社 FM 岩手設立。初代代表取締役社長には岩手県教育長。 水頭町を歴任した畑山真進,進が就任した。心、今リズミック。おキャッチフレーズに1985年10月1日、開局。岩手県内では、唯一の民放 FM ラジオ放送局である。JFN に属しており、いわゆる B ライン番組も多く放送している。アクセル、有感ラジオ、ふるさと元気体など、自社制作にも、積極的に取り組んでいる。 また、岩手県知事が DJ を務める行政番組や、NHKFM および AM ラジオとの共同同時性放送など、新しい試みも行っている。さらに、マラソン大会やソフトバレーボール大会、スタンプラリーを主催するなど、地元密着型のイベントにも力を入れている。生放送中に、東北地方太平洋沖地震が発災し、 ラジオでの緊急地震警報を待たずに、大津波警報の発令を伝えた。以後、数週間にわたり、安否情報、避難情報、インフラ復旧状況が放送されたほか、救援物資運送の円滑化、ガソリン不足に対する自家用車使用の自粛呼びかけ、節電の呼びかけ CM などが放送された。FM 岩手ニュースは、読売新聞、朝日新聞、 岩手日報の3新聞社により予備、あるいは時間ごとに担当分けされていたが、2007年4月から朝日新聞に代わり、テレビ岩手が担当者となった。開局から2001年3月まで JFN ニュースは一切ネットされていなかったが、同年4月から平日の21時55分台のミネットを開始した。現在は土日のニュースは原則的に JFN ニュースが放送されるようになっている。2006年には、テレビ、岩手本社ビル7階へ社屋を移転。同局のアナウンサーが、ラジオ番組に出演するなどの番組も、放送されている。JFN 系の衛星デジタルラジオ、ミュージックバードが放送されているほか、かつては、IBC 岩手放送のテレビ CM が、同局のアナウンサーの声で放送されることがあった。 また、岩手面ンいテレビが、同タイトルの連動番組、勝ちそう」を放送していたが、FM 岩手にのみ残され、2010年に再び、勝ちそう」を歌うテレビ番組が復活した。岩手朝日テレビとの生放送番組も放送された、ことがある。キャラクターは、ケンタ君で、岩手県鳥である記事をモチーフとしている。デザインは、岩手県出身、在住の漫画家、池のコい ケンタ君の名称は一般公募で開局翌年に決定された。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、1992年3月31日2003年3月31日テレビ、岩手と共用する、新山送信書の送信等。緑色に塗られているのが、FM 岩手のアンテナ。放送時間は日曜日の深夜を除き、 朝5時を起点とし24時間放送している。日曜25時翌月曜5時は放送設備の点検のため休止する。開局30周年を機に変更された。フリーパーソナリティの古山そのみが、ジョック FM お聞きの放送は FM 岩手です。ただいまをもちまして、本日の放送を終了いたします。といい、中継局の周波数を読み上げてから、 以上の周波数でお送りしました。のコールがかかり、音楽がフェードアウトの後低波。BGM はフォーエバーフレンズ、ラミディオス4時59分になると、同じく古山がジョック FM お聞きの放送は FM 岩手です。ただいまから本日の放送を開始いたします。と言い、中継局の周波数を言ってから以上の周波数でお送りしますと言い、 音楽がフェードアウトの後時報 CM5 時の時報となる。1世代前は加藤博士のナレーションだった。現在の番組の詳細は公式サイトの番組情報あるいはタイムテーブルを参照。ありがとうございます。